シャー、皆さん、キュリちゃん、お元気ですか？ということで、今日私は東京ディズニーランドに来てます。で、今日は7月1日です。なので、今日から販売のパークフードを食べていきたいと思います。7月1日販売のパークフードで3つしかないから、その3つをバリバリと食べていきたいと思います。では、行ってみましょう。買ってきました、トロピカルフルーツサンデー。めっちゃ熱くて溶けてるんだけどさ、これ多分デイジーのリボンに、これ何のあれなんだろうね、何のなんかチョコみたいなのかかってて、下にコーンフレークで、これなんだ、パパイヤかな、でクリームとなんか青い謎の物体があります。食べてみます。いただきます。うん、わかんない、なんだろうこれ。ストロベリーっぽい、ちょっと酸味の強いチョコがかかってて、下がなんかパパイヤ、なんだろう、マンゴーです。めっちゃうまい。マンゴーが入ってて、その下に、うん、ゼリーだこれ、青いのあれだ、ミニストップのハロハロの味がする。下、ね、下になんか白玉みたいのがいるの。食べてみましょう。あ、ごめんね、こんな崩してね。あ、めっちゃ手にかかってるね、ちょっと待ってね。あ、生まれました、白玉かな。いただきます。うん、なんかもちもちしてない白玉が入ってます。美味しいけど、こんな感じで溶けるので要注意です。牛カルビサンドだって、スイートカートカートめっちゃ噛んだ、スイートハートカフェで売ってました。でも中ね、牛カルビとポテトサラダとオニオンとチーズが入ってます。でもなんかピンクと黒なんだけど、硬いのこのバンズがなんか不思議だし、なんかよくわかんない。いただきます。うん、うん、おいしい。なんかめっちゃお米食べたくなる味がします、中が。なんかね、ちょっと待ってね、牛までたどり着いてないから。あ、うん、あ、ちょっとだけチキンパオに味が似てるかもしれない。うん、パンがもちもちでめっちゃ美味しいです。でレタスもいっぱい入ってるし、でこの真ん中に具がいっぱい入ってるから、周りの部分はちょっとなんもないんだけど、もうすっごい美味しいです。食べていきます。今ね、食べ進めてたんだけど、このさ、白い部分あるじゃん、でこれ何かなってずっと思ってたんだけど、甘い、なんかメロンパンみたいな甘さです。ここだけ、あとはね、普通にね、味のないっていうか、普通のパン、バンズ。あとね、中のお肉めっちゃ美味しいんだけど、結構牛が大きくつながっちゃってるから、噛み切るの大変だと思うんだけど、間違いなく美味しいです。でここだけ甘いのもアクセントで飽きなくて美味しい。ありがとうございます。
ッシュポテトだ。うん、美味しい。うん、嘘。しゅーちゃん何型？ B か。あ、A？ なんかピンクのやつ。大根と人参のビネガーって感じ。ほうれん草だ。ライスの中に何入ってんだろうこれ。はい、ってことで7月1日から発売のメニュー3種類食べてきました。全部美味しかったです。本当に私が食レポした通り全部美味しかったし、もう全部いい感じでした。だけどただ本当にめちゃくちゃ暑いから、今ディズニーこれから遊びに来る人は本当に熱中症対策をしないと大変なことになってしまうレベルで暑いので、ちょっと気をつけてください。皆さん次来るときよかったら今日紹介した3種類食べてみてください。ということで本日を見てくださってありがとうございます。 Thank you for watching。 またね、バイバーイ。